ここは浴槽と、浴槽案というのがある。そこの、こちらにこだわりはですね、天井と、こんなふうになってると思います。こんなふうに、ここら辺やはり浴槽の方なので、ここに、ここで絵を、ここから見ますと、ガラスの一枚板。大きな大震災で大きく揺れたんですが、建物どうぞ。
芸術家やっぱり五感でもって仕事するという、そんな思いの、ね、向こうは。今みたいに見て、先ほどもあれ言ったけど、横浜海の航空隊の水上。こんな絵をですね、その、10メーターで、海を想像するのは、海をことこと、いうこと。そうです。ということで、すごい。
あります、彼は昭和そのまあ富士川の地をね愛して昭和8年に家を彼の三人の本人の設定で作った。お店の店にはですね、もうこんな感じの、お写真を。何が何でも使えない。邪魔的でも使えない。ということなので、トイレ使えない。トイレに非常に水をあげることもできない。ということで、杉田からわざわざ本日杉田。でそのあとですね、文部省に入ったりして、で、お父さんの本名の花王山常連池さん、自分で水を飲むと腹が減ったあとの。まあ、今日キーに行けるようになったんだと思いますけどね。で、それで、ただここはね、毎年まあ、
くらいで、本当そのものはここじゃなくて、つまり。まもなく鳥浜三井アウトレットパーク。
ご利用のお客様はお乗り換えです。お忘れ物ございませんようにご注意ください。お出口は左側に変わります。本日もシーサイドラインにご乗車いただきましてありがとうございました。We will soon be arriving at Kanazawa Hakki. The doors on the left side will open. Passengers changing to the KQ line, please transfer at this station. Thank you for using the Seaside Line.